ニコラ・サーラは、イタリアの作曲家、音楽理論家。サーラは、トッコ・カウリオに生まれた。彼は1732年から1740年にかけて、ナポリのピエタ・デイ・トルキーに音楽院において、ニコラ・ファーゴとレオナルド・レーオンの下で研鑽を積んだ。彼の最初の作品と目されるのが、オペラ・バラジゼスであり、1737年に、ローマで初演された。 1745年には、レイオの後を継いで、ロイヤルチャペルの学長職に就いた。サンカルロ劇場で上演された彼の作品の中でも、ゼノビアは好評を博した。彼は他にもオペラ、オラトリオ、ミサ曲、カンタータなどを作曲している。サーラはナポリの重要な音楽指導者の一人であった。彼は母校の音楽院で47年間教弁を取ったが、 1787年には副学長に就任、さらに1793年から1799年には学長を務めた。彼の文下には多くの作曲家がおり、フェルディナンド・オルラン・ディア、アンブロジオ・ミノーヤなどがその一例である。彼は学術論文の執筆もいくつか言っており、大法実践の規則レゴレデル・カントラ・パント・プラットコは1794年に、 ナポリで出版された。また、彼は、職務の傍ら、献身的に良質の出版符の収集に努めた。彼は、ナポリで没している。近年、彼の作品がベネベントの音楽院で発見された。ナポリ、ローマ、パリの大学の古文書解読者とラテン語学者の協力により、毎年彼のオペラやオラトリオンが上演されている。出展、ありがとうございます。